さようならクレジット。 YouTube のクレジット機能はチャンネル登録者数が5000人以上のチャンネルで利用できます。いわゆるね、コラボしませんかということで、まあ動画をね、共同制作でやって、監督は誰、出演誰、ナレーション誰っていう風にして、他の方のね、クリエイターさんの名前をクレジットとしてね、表示することができる機能です。それがね、来年2019年1月31日をもって、終了するそうです。詳しくね、見ていきたいと思います。まずは YouTube ヘルプからご紹介します。動画のクレジット表示。2019年1月31日をもって動画クレジット機能の提供を終了することになりました。YouTube では他のクリエイターを動画にタグ付けできる新しい機能の開発を進めています。なお今後も字幕の提供者としてクレジット表示してもらうことは可能です。そして11月26日をもって動画クレジットの作成や編集はできなくなりました。既存の動画クレジットは引き続き表示されます。そして2019年1月31日以降は既存の動画クレジットも削除されますって書いてますんでね、詳しい情報はこの YouTube ヘルプをご覧ください。従来通りのクリエイターツールコミュニティクレジットのページです。はい。あなたがクレジットに記載されている動画のリストということで、ここにね、公開済み14とあります。クリックします。はい。これはね、過去の動画、ある YouTuber さんと、コラボした動画、あと、2016年に、YouTube アメリカ本社に行った時のコラボ動画、そのクレジットがね、このようにして表示されています。まあ、ここをクリックすると、その YouTuber さんの動画に行くんですけれど、まあ、今回はね、権利の関係があるので、ご紹介しませんが、このようにしてね、ある YouTuber さん、いろんな方とね、コラボレーションを行うと、そのクレジットをね、表示することができます。まあそれがね、来年の1月31日以降は、全く表示が消えてしまうということです。はい。ということで、前回ご紹介しましたアノテーション、そして今回ご紹介しましたクレジットという風にして、これまであった機能がね、なくなってしまうのは、まあ寂しい気持ちもしますけれど、またね、新しく、YouTube スタジオベータ版というのがね、まあ2019年にはね、どんどんいろんな機能を追加して出てきますんで、新しい機能にもね、期待したいと思います。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。